もういつもすごいなんか気さくに話しかけてくださって、なんか私の持ち物にいつもなんか可愛い欲しい、なんかあのお揃いにしようっていつもなんか言ってくれて、それが本当に嬉しくて、まだお揃いになったことはないんですけど。なんか卒業までにお揃いにしたいです。はい、本当にありがとうございました。